多くの若者に海外留学を促そうという政府主催の催しが開かれ、留学を経験したスポーツ選手たちがメッセージを送りました。政府は日本の成長を牽引する人材を育てようと、2020年までに日本人の海外留学を倍増させることを目標に取り組みを進めています。羽田空港で行われた催しには、海外留学を経験したことがあるスポーツ選手らが出席し、留学当時の裏話や留学の良さについて話をしました。僕は当時世界チャンピオンがいたドイツに行ってですね、英語もできない、もちろんドイツ語もできない中で、もう彼らにどうやったら好かれるかということばっかり考えてですね、ご飯の席でフェンシングの話をしたりとか、向こうの同じ年頃の子たちと出会って話してコミュニケーションして、その時に感じる自分のその心に響くことが絶対的に将来大人になる頃にはその響いた一言でもいいですね、多分その空気を持って帰ってくることが一番大切なことだと思うので。また留学を希望する若者に向けたメッセージを色紙に書き、夢は大きく持ってほしいとアドバイスを送っていました。